こうした中、今朝江別市では橋の上などで凍結によるスリップとみられる事故が同じ時間帯に合わせて6件発生し、国道12号が今も通行止めになっています。大型トレーラーが中央分離帯のガードレールを突き破り道路を塞いでいます。午前6時過ぎ、江別市の国道12号の跨線橋で3台くらい単独事故が起きていると警察に通報がありました。この事故で大型トレーラーの運転手とみられる30代の女性が頭に痛みを訴え病院に搬送されています。国道12号は札幌方面に向かう車線が現在も通行止めになっています。現場近くでは少なくとも3件の単独事故のほか、複数台が絡む事故が3件起きていて、いずれも凍結によるスリップ事故とみられています。江別市の午前6時の気温は 0.9 度と冷え込んでいました。